予報センターから地震の情報をお伝えします。1時 8分ごろ、最大震度5強の地震が発生しました。震源地は日向灘、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.4。 この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは大分市、佐伯市、竹田市、延岡市、高千穂町。震度5弱を観測したのは宿毛市、阿蘇市、高森町、産山村、臼杵市、由布市、宮崎津野町、宮崎美郷町、椎葉村。震度4、震度3、震度2は西日本の広い範囲で観測しています。